はい、こんにちは、 YouTube 谷です。ということで今日はですね、11月の29日ですね、午前1時ぐらいですかね。はい、昨日の夕方7時ぐらいに出てですね、ベトナムのホーチミンに着きました。ということで、もう早速ホテルなんですけれどもね、時差がだいたい2時間くらいということで、飛行機はね6時間ぐらい乗ってました。ということで夜中のね12時ぐらいに着いて、なんだかんだ手続きをして1時くらいにホテルに着きました。今日はですね、絆2019というイベントがですね、このホーチミンで行われます。どういうイベントかっていうと、日本とベトナムの企業交流、文化交流ですね、人材の交流だったりとか技術の交流だったりとか、そういうことを積極的にこう深めていこうっていうイベントがありまして、でそこにね、去年東の住忠さんですね、八王子 FM の方で番組をされています。で僕も何度か、お会いしてね、仲良くさせていただいてるんですけれども、去年、東野さんがこちらに出演されて、その流れで、今回僕もね、お誘いいただきました。はい、ということで空港にですね、わざわざ東野さんが迎えに来ていただいてですね、もうめっちゃ嬉しかったんですけど、でその行きの迎えのねホテルまでのタクシーの中でいろいろちょっとベトナムのこともね教えてもらいまして、で明日からね、もうそのステージ始まっていくんですけれども、ちょっとね、いろんなとこ遊びに行きたいなと思っているんで、どんな風になるか本当に楽しみです。まあ、早速なんですけれどもね、今日は、ちょっと東野さんから美味しいビールをね、ベトナムのビール教えてもらいました。このタイガークリスタルっていうのと、タイガーって2種類あるんですけどね、タイガークリスタルっていうのと、この333っていうのがめちゃくちゃベトナムでうまいらしいです。はい、でね、もうちょっと面白かったのがね、物価なんですけど、こっちはドンっていう、通貨なんですけどね、どれくらいだったかな、これ2本買ってお茶と、あとサンドイッチ2つ買って、だいたいね9万8000ドンっていう、金額だったんですけど、これ日本円に直すとなんと450円でした。ということでもうめちゃくちゃインフレな状態になってるんじゃないかと思うんですけどね。はい、ちょっと夜中なんでね、街の雰囲気とかいまいちまだつかめないんですけれども、まあ比較的すごく穏やかな感じでね、そう、気温はねこっち30度ぐらいあるせいだな。で東京出るときはもう冷蔵庫みたいに寒かったんですけどね、もうめちゃくちゃあったかいっす。はい、まあ、今日はこんな感じでね、明日からいろいろいろんなところ回っていきたいと思いますんで、お楽しみに。以上、おはようございます。今日は、11月29日の朝9時くらいですね。ホテルからすぐ出たところの道路なんですけど、まあ街の感じこんな感じです。この並んでる、立ち並んでる樹木はですね、もともとこの場所は、原生林だったということですね。その原生林の樹木をそのまま利用して、並木の樹木に利用しているということらしいです。今日はこれから東野さんのライブを見に行って、時間があったらちょっと街の方もね、観光させてもらえるということなんで、はい、楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上です。
え、まあ、こんな感じでいろんなちょっと縁日っぽいね、これ射的なんだけどね。そうか、まあ、なんか宝石売ってたりね、あとはまあ食べ物もねたくさん売ってるんですけどね。ちょっと入ってみましょう。こっちの方はね、企業ブースが並んでます。このベトナムのね、美味しい食べ物もねたくさん屋台が出てますよね。超うまそう。すごいな。食べに行きたい。食べたい。ここで食べよう。でこっちがステージですね。ここは来賓の席なのかな。ちょっとステージの方行ってみましょう。こんな感じでね、でかいスピーカーがいっぱい並んでますしね、はい、明日の政治どんな風になるか楽しみです。以上です。 Thank you。Oh,